サムスン電子サムスンギャラクシー SC-01C ドコモスマートフォンギャラクシータブ SC-01C あとのドコモタブレットギャラクシータブ SC-01C は韓国のサムスン電子によって開発された NTT ドコモの第3世代移動通信システム端末である世界モデルギャラクシータブ GTP1000 の日本モデルとなる スマートフォンとタブレット PC の中間的な存在となる。ドコモスマートフォンの一つとして発売され、2011年9月以降はドコモタブレットに分類されている。製品番号は SGHN-023。2010年10月5日の C-TECH JAPAN 当日に NTT ドコモより Galaxy S と同時に発表されたタブレット型。 スマートフォンとなり、日本で初めて発売される Android OS 搭載のタブレット型スマートフォンでもある。通常のスマートフォンと比べ画面サイズは7インチと大きくスマートフォンとタブレット PC の中間的な位置を占め、ノートパソコンと同レベルのブラウザでのウェブ閲覧や電子書籍の閲覧が可能となっている。またワードやエクセル、パワーポイントの編集も可能となり、すぐに起動する。 モバイル PC といったコンセプトとなっている。画面サイズは7インチと iPad よりも小さい分、重さは競合機種の iPad の約半分の 380g としている。OS には Android 2.2が採用され、通常のスマートフォンと同様20万を超える Android 用のアプリケーションが利用でき、ブラウザではフラッシュプレイヤー10.1や JavaScript V8、 エンジンが採用されており、様々なアプリケーションやウェブコンテンツを楽しむことができる。4000mAh の大容量バッテリーを搭載しているため、右の一覧の通り待ち受け時間、通話時間がとても長い。バッテリーは端末本体に内蔵されており、取り替えるためにはドコモショップに持ち込む必要があり12,600円かかる。ディスプレイのタッチパネルには、 静電容量式を採用し、マルチタッチでの操作が可能となっている。また、加速度センサー、地軸センサーに対応し、直感的な操作を行うことができる。通信機能としては、NTT ドコモのフォーマハイスピードモにニテ、h s d p a 7.2Mbps、HASAP 5.7Mbps に対応と、高速な通信に対応している。データ専用端末のように見えるが、 音声通話も可能となる。通常の音声プランで利用の場合はパケ放題ルと組み合わせることで定額のパケット通信が可能となる。データ通信専用として利用する場合、定額データプランと定額データスタンダード割り、もっぺら U を組み合わせることで定額で高速パケット通信を利用することが可能となる。Wi-Fi での通信においては、 IEE802.11A, B, G のほか IEE802.11N にも対応するため最大 300Mbps の通信が可能。GSM, GPRS の通信に対応しており208カ国以上のワールドウィング対応国にて国際ローミングが利用可能である。NTT ドコモと大日本印刷の 合弁企業であるニダファクト社が提供を開始した電子書籍コンテンツが利用可能となる。内側にカメラが搭載されており自分取りも容易に可能。ただし、日本で発売される製品では写真撮影以外の API は制限されている。音楽再生では MP3、M4R、WAMA、OG、OGA、AAC、3GA、FLAC、MP、Flag、が MP4。 3GPA, 3g2A, ASFA, 3gPPA, MXMF と様々な音楽ファイルに対応している。また、音楽の視聴や通話をするためのステレオイヤホンマイクが同梱されている。なお、音声通話でこれを使わない場合は、スピーカー本機能を使っての通話となる。印刷物としての取扱説明書が同梱されていない。 その代わり電子書籍としての取扱説明書アプリがプリインストールされている。ブラウザは Google Chrome Lite が搭載されており、上述の通り Android 2.2の特徴でもある、フラッシュプレイヤー10.1や JavaScript V8 エンジンが搭載されているほか、HTML5 にも対応しており、パソコンのブラウザとほぼ同等の Flash サイト、動画サイトが利用することが可能となる。 また、ブラウザの最大を見込み容量は 140MB と非常に大きい。待ち受け画面上で、m i x i ツ Twitter、Facebook が同じタイムライン上で利用できる SNS ブラウザーが標準で搭載されている。前輪の店舗、建物情報を確認できるレイヤー社の AR ブラウザーを搭載している。その他、サードパーティー製のブラウザーをマーケットからダウンロードし、 利用が可能となる。サムスンカイスと言われる PC 連携ソフトをパソコンにインストールすることで、連絡先、カレンダーの編集、保存、アウトルックとの同期さらにメールやメモ、画像、動画、音楽などの管理、編集が可能となる。また、事項の通り、OS のバージョンアップを行う際などにも利用することとなる。 2011年6月7日より、Android OS 2.3へのメジャーアップデートが開始される。これにより、以下の機能が改善される。バージョンアップには PC にサムスン回数をインストールし、PC 経由でアップデートファイルをダウンロードし、バージョンアップを実施する。SC-01C と同じ7.0インチモデルの、他に10.1インチと8.9インチのモデルが、 日本国外で発売された。特に、Galaxy Tab 10.1は iPad 対抗機と目されることが多い。2011年4月以降、スマートフォンを含む Galaxy シ,シリーズが iPhone、iPad の模倣であるとして、複数の地域で Apple がサムスンを提訴した。サムスンも反訴し、競争中である。2011年8月、Apple とサムスンが オーストラリアでのギャラクシータブ10.1の販売停止に合意した。また欧州連合のオランダを除く地域でもギャラクシータブ10.1の販売差し止めの仮命令が下っている。また2.3、6へのバージョンアップにおいてロック画面の解除方法の変更や表示アイコンのデザイン等が変更が行われている。これは蒸気訴訟にて 特許侵害に触れる恐れがある部分への変更を行ったものと思われる。定額データプランタブレット端末ただしモペラ U で接続する場合、SP モードメールは利用できず、モペラ U メールを利用することとなる。Galaxy Tab SC-01C のバージョンアップ情報お客様サポート n t t とこのサムスンモービレ製品 SC-01C 新情報2.36へのアップデートにて対応。サムスン、Go での、ギャラクシータブ販売を中止アップルと、特許侵害訴訟で合意。Cnet Japan,http://japan.cnet.com コロンスラッシュスラッシュニューススラッシュビジネススラッシュ35005778スラッシュ2011年8月11日閲覧。サムスン、ギャラクシータブ b 10.1 EU での販売に仮差し止め命令独裁判所アップルの求めに応じる C ネットジャパン A ありがとうございます。